皆さんこんにちは、山手アイコン急行運転士の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、函館市電の昭和橋停留所です。駅のすぐ西、亀田川に架かる昭和橋からこの駅名が付けられました。このチャンネルでは約4年前から駅名の由来になった場所を全国津々浦々200駅以上訪れています。毎週金曜18時にアップしていますので、鉄道好きの皆さんやご近所さんはぜひともチャンネル登録してください。それでは早速昭和橋を渡りに行きましょう。昭和橋停留所を降りましょう。車内で生産しましょう。珍しいですね、路面電車といえば千鳥ホームなんですけども、見事な相対式ホーム。駅の周りを見るとマックスバリュー、それから実はもう向こうに見えるあの橋が昭和橋です。信号が青になったら渡りましょうね。今のところ信号が赤で、こっちも信号が赤ですね。位置関係でいうと昭和橋停留所、マックスバリューの看板とマックスバリューで、昭和橋はこちらです。近いですね。ひらがなで昭和橋って書いてあります。というわけで到着しました。こちらが昭和橋です。さあそれでは昭和橋を渡りましょう。真ん中に函館市電路面電車が走っていて、自動車は1車線かな、うん、でも頑張れば片側2車線行けると思います。歩道が広いです。これなら車椅子とか、あと自転車も通っていいのかな。自転車が通っても幅広いので縫うように走ることにはなりませんね。こちらに見えるのは亀田川。こんな風にゆっくり歩いているともう間もなくで昭和橋の端です。結構短いですね。はい、もうこれで昭和橋を渡り切りました。マックスバリューとは反対側に渡ってきました。こちら弁護士会って書いてありますね。裁判所でもあるんでしょうか。亀田川はこのように斜めにかかっているんですね。こちら側には漢字で昭和橋って書いてあります。今度は停留所方面に向かって昭和橋を渡ってみましょう。なんとまだ橋が最後まで終わっていないのに、この通り信号があって交差点があります。面白い光景ですね。まあそれはそうですね、亀田川が斜めに通っていますので、このようなちょっと不思議な光景が昭和橋の上に広がっています。昭和橋という名前の通り、出来上がったのは昭和52年の9月だそうです。外側から見るとどんな見た目なんでしょうか。こんな感じですね。
さあ今回の由来機構、皆様いかがでしたでしょうか。函館市電の昭和橋停留所に来ました。しかし何せ情報がすごく少なくて、ナレーション少なめ、映像ばかりの由来飛行になってしまいました。函館からも市内電車1本で来ることができます。皆さんもぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさようなら。